はい、本日スプラトゥーン販売前日になります。今時刻は8時半、20時半ですね。でも転売ヤーに負けたくないので、今から、スプラトゥーン2のセットの同梱版を買うために並ぼうとしたんですけど、誰もいないんで僕が一番乗りになりました。で、店頭分入るっていうことなので、それを狙おうかなと思ったんですけど、でジョイコンが2セット欲しいんですよ。で、色違いで欲しいので、あの通常のネオンブルーとネオンレッドとスプラトゥーンカラーの2色が欲しいんですけど、どうやらですね、ネオンレッドとネオンブルーは入荷もなく今在庫もないので、スプラトゥーン2セットのものを買うと色違いで集めれないということなので、あえてここは普通のスイッチを買って、これも店頭分ちょっとだけ入るみたいなので、スプラトゥーン2カラーのジョイコンを買って揃えようかなと思います。まだまだ時間はあります。オープンは朝の9時なので、僕の忍耐との勝負になるんですが、頑張って買いたいと思います。で、今現在スイッチめちゃくちゃ品薄で、もう店頭分入っても抽選販売ばっかりなんですよね。で、僕ネットでも散々申し込んだんですけど全然当選しなくて、なんとかですね先着順で店頭販売するお店見つけたので、まあこのチャンスは絶対逃したくないなと思ったので、9時まで頑張りたいと思います。ただいま21時20分です。お店の人からですね、営業時間の並びは勘弁してくれと言われたので、とりあえず椅子を置いて、今車で待機してます。まあそりゃそうですよね、営業まあ営業時間中ですからね、迷惑はかけれないんで。で、今ですね、僕の後ろに2組いらっしゃいます。なので、現時点で今3組ですね。で、まあ、3組のみんなでお話しして、まあ、椅子を置いて一旦解散ということで、で、お店が1時まで、夜中の1時までなので、その時間になったらまた並び再開ということで一旦解散しました。今22時45分になりました。ちょっと展開があったので動画にしました。新たに張り紙がされまして、どうやらですね25時以降、1時以降ですねに並んだ人を対象にくじ引きを行って、順番を決めるというふうになったんですね。で、そうこうしてたらですね、まあおそらく転売屋さんたちかな、そういうふうに見られる方が大勢で今いらっしゃって、その張り紙見て非常に揉めてるところです。もう店員さんが結構詰められてかわいそうな状況になってますね。お店側もここまでっていうのは予測してなかったみたい で、今店長とスタッフ間で話して決めるっていうことになったみたいです。で、今11時15分になりました。今ですね、ちょっと店員さんが僕のところに来てくれてお話聞かせてくれたんですけど、25時以降に並んだ人を対象に先着順にするっていうことになったみたいですね。ただ、あの、僕たちその最初に並んでた3組に関しては、張り紙される前に並んでて、で、僕に関しては、そのお店にですね、一度確認を取って、営業時間中に並んでもいいですよっていうことを確認取って並んでたので、まあ、できればそこを加味してもらえないかなということでお話をさせていただいたところ、店員さんもですね、確かに理不尽ですねっていうことで、まあ、共感していただいて、ちょっともう一度店長と話してみますっていうことで、今、またちょっと話に行ってくれました。で、今、23時56分になりました。多分店員さんからの最終回答になると思うんですけど、やはりですね、25時以降に並んだ人を対象に順番を決める抽選をするということになりました。まあ残念ですけどね、まだ当たらないと決まったわけではないので、まあ希望を持って待ちたいと思います。あと、まあ1時間ちょっとですね。
まあね、この転売ヤーさんたちがあとは人を増やさないことだけを祈りたいんですけど、まあ店員さんが先ほどこれ以上人を増やさないでくださいっていうふうに話はしてたみたいなんですけどね。まあどうなるか25時を待ちたいと思います。終わったと思った騒動なんですけど、転売ヤーさんたち、揉めてます。ちょっと話の内容までは聞こえないんですけど、まあちょっと粘ってますね。どうやら転売ヤーさんたちも納得したようですね。25時以降に並んだ人を対象にくじ引きを行って順番を決めるということを納得したようです。ただいま、夜中の2時半になります。先ほど1時になりましてくじ引きをして、スプラトゥーン2同梱版が6台の、スイッチ各カラーが、2個ずつ入って計10個入るんですけども、僕がなんと引いた番号10番でした。途方法ですよね。まあこのままネオンカラーが欲しいので、まあちょっと並んでそのチャンスにかけたいと思います。でそれよりも2番手に並んでた人が外れちゃったんですよね。くじ引きする段階で11人並んでて1人外れるっていう状況で、よりによってその2番目に並んでた方が外れてしまって、で今、1時からずっと店員さんと揉めてます。まあどちらも引かないので、今今後どうなるか分かんないんですけど、抽選番号を引いた人たちはもうすでに並んではいるんですけども、お店の中でずっとその2番手の方が、揉めてますね。そんな状況です。ただいま3時40分になります。先ほどの騒動も収まり、皆さん今平和に並んでる状況ですね。まあめちゃくちゃ眠い。まだまだ9時まで時間ありますけど、頑張って待ちたいと思います。はい、ただいま朝の5時です。夜が明けてきました。非常に眠いです。あと4時間、もうちょっとですね。頑張ります。今8時40分です。予定より早めてくれて販売開始になりました。はい、無事お目当てのものをゲットできました。いや本当に長かったです。もうできればやりたくないぐらいですね。もう少ししたら子どもの幼稚園のイベントがあるので、それまで寝ます。おやすみなさい。以上ダストでした。バイバーイ。